Yamaha is a very big company, and we are a very small company. So it was easy to worry that meeting big and important people, engineers from a big company, there would be a kind of patronizing effect, and there would be something which they would look down on. I have experienced that in the past, and it was very important to me to get to know Dr. K, and or Toshi is, we call each other by first names, and I found that there's nothing of that patronizing at all. We have shared a lot in our talks together, and in over the emails. We've really gone to in-depth almost every day. We're on email together and talking about our ideas and ideals and so on. So he's a great guy, and I find that I can work with him absolutely freely, and there's a great, well, a freedom, I have to use that word again, of interchange of ideas with him, and I'm just delighted that we're going to be working as partners together. The whole question of digital has been something which has worried me for some considerable time, and I never have thought that digital can deliver the depth and perspective of first-class analog. As we have listened to some of the plug-in systems of others, I haven't been impressed at all. But having now listened to the VCM technology, this is something which I'm completely convinced Dr. K's new VCM technology will actually deliver the depth and perspective and sweetness of sound which I aspire to in analog. I can't tell any difference between the two. バーチャルサーキットリモデリングというか、最初はバーチャルコースティックシンセサイザーというね、電子楽器を発売しました。開発して、それが93年でしたね。でその後、その同じ技術を、回路のエミュレーションというところに適用していって、それによってプロオーディオの機械を作ってみようということで開発を進めまして、まあ、EQ とかコンプとかそういったあたりがやっぱりデマンドが強いと、まあ、そこら辺の開発を中心にやって、まあ、テープのエミュレーションなんかもこうだんだん入ってきて、でそれが2004年でしたかね、デジタルコンソール用、ミキシングコンソール用の、エフェクトと追加エフェクトということで発売されていたと、まあ、そんな経緯でしたね。で当時からまあヤマハのデジタルコンソールというのは音がナチュラルであるというのが一つの売りになってましたんで、逆に我々としては市場に仕事がしやすくてですね、じゃあ音に濃い味付けをしてパンチをつけたりいろんなことができるようになればいい、アウトボードエフェクトにもということで、お客さんにも使ってもらえるんだなということを感じまして、とことんそのモデリングを追求して技術的にアプローチするだけじゃなくて、とことん音楽性も追求すると、それをその両輪のようにしてですね、まあ、開発を進めてきたと、そんな経緯です。2007年でしたかね、ルパートニーブデザイン社に行って、ニーブ氏の設計した最新の機材の、モデリングをしたいという申し出をしました。でそれはやっぱりその我々の持っている技術というのを強く世の中にアピールしてですね、我々の持っている技術はモデリングが正確なだけじゃなくてですね、音楽性も高いのだぞというところを証明してみたくて、そういったことを、始めました。で行ってみたら、まあ、向こうもデジタルものに興味を持ち始めたところだったものですから、すんなり話が進んで、でポルティコの EQ とコンプという彼らの看板商品ですね、それのデジタル版を我々やらせてもらうという話がまとまっていきましたね。5043コンプレッサーの特徴というのは、基本的に VCA を使った、コンプレッサーです。つまり近代コンプレッサーと呼ばれるものなんですね、どちらかというと。まあ、ブルパートのこう見事な仕上げというのもあって、どんな設定をアタックやレリースやレシオに施しても破綻のない綺麗なまとまり方をするコンプと、そんな特徴があるかなと思います。彼なり の非常に面白い工夫というのは、パネルの真ん中あたりにあるフィードバックというスイッチがあって、これは近代のコンプレッサーのフィードフォワードのネイチャーと、ヴィンテージのコンプの特徴であるフィードバックという方式ですね、回路方式の切り替えをするものです。フィードバックコンプ の, その特徴というのは、ヴィンテージコンプによくあるようなその音の粘り
の感じですね。コンプかけた時いかにも音がコンプかけたよっていう粘りが出る、そこがフィードバックというスイッチを押すことで再現できるというところが大きな特徴になっています。そこも含めて、我々の VCM のそのエミュレーション技術でもって再現できていると思っております。5033EQ ですけれども、5043のコンプの方とも共通なんですけども、まず、オペアンプがですね、彼のルパートの設計でのによるディスクリートオペアンプになってですね、それに組み合わせて彼が自ら設計したトランスが組み合わさっていると、その音味がまず一つ特徴ですね。それから EQ ですから、まあ、ピーキングとシェルフがあるんですけど、やっぱりシェルフが彼の設計の独特の特徴になっていて、シェルフの周波数特性に独特のそのコブですね、オーバーシュートがついてます。でそのオーバーシュートの具合が独特にチューニングされているがゆえに使いやすさが出ているということで、それと先ほどのトランスによる、あるいはディスクリートのペアンプによる味付けによって、そのこの EQ の特徴が形作られていて、これを使うとですね、たとえバイパスの状態でかけてもですね、このプラグインを CL 上でかけることによって音楽のグレードがこうちょっと1ランク上がったような、そんな実感が得られます。コンプ276の特徴は、まあ、70年代あたりのですね、真空管のコンプ、オプトコンプとか FET コンプの特徴を全部いいとこ取りをして全部一つの技術の中に入れちゃったというところです。で結果としてこれもすごい濃い味付けの、コンプらしい濃い味付けの出る音がするコンプに仕上がっていると思います。当時、気をつけて音作りしたのはやっぱりドラム、それからボーカルですね。でこの2つに関してはもうとにかくよく聞きますんで、どんな設定をしてもいかにもコンプをかけてかっこよくしたぞって音が出るというところを堪能していただけたらなと思います。オープンデッキの特徴は、当時のですね、70年代80年代あたりのアナログのテープレコーダー、プロフェッショナルテープレコーダーの、音楽性の高いもの4機種の代表選手を選び出して、それを徹底的に測定をして追求したと。その上でもう一回再構成をしてある再現をしております。コンポーネントレベルで、エミュレーションしているものですから、コンポーネントの組み合わせを変えればですね、録音側のデッキと再生側のデッキがこう切り替えられると、独立にこう 4×4 の種類の組み合わせができる。これは当時ですね、あるスタジオで録音したものを持って別のスタジオに行ってミックスダウンしたり、あるいはミックスダウンされたものをマスタリングスタジオに持っていった時には当然自然に起きちゃったことなんですね。で、まあ、よく音楽を追求される方の場合はその組み合わせまでいろいろ考えて追求されてたということ、まあ、そういったこともバーチャルサーキットリモデリングでもって自然に再現されて高い音楽性でもって、お楽しみいただけると、そういうものになっているかなと思います。EQ601 の特徴は、これも大体70年代ですけれども、まあ、いろんなオペアンプとトランジスタを使った EQ が出てきて、その技術がこうある煮詰まり方をしたいい時代ですね。近代イコライザーというのがこう出来上がったのが70年代だったんですけど、その代表的な回路トポロジーですね、 GML なんかにもよく使っているような回路トポロジーですけれども、それを、VCM 技術でもって完全にシミュレーションしたと、まあ、そんな形になってます。で、出来上がった時に世界中回ってこの技術評価をさせていただいたんですけれども、いろんなご高名なエンジニアの方からスイートな EQ だと幾度に言っていただいたのをよく覚えております。 U76 はスタジオの超定番の FET コンプレッサーが、細かい電子回路の特徴まで含めてですね、パーツまで含めて再現されています。で結果としてモデリングの精度が高いというのは結局音楽に寄与しない、あまり意味がないんですけれども、この FET コンプレッサーの特徴としてですね、ゲインがこうリダクションがかかった時に音像が出たり入ったりしないと、落ち着いているというのが特徴なんですけれども、そういったところまで、緻密に再現されております。でこの機種の特徴として全押しというのがあります。何かというと、そのレシオがですね、4つのスイッチでこう指定するんですけども、裏技でそれ4つとも押すことができるんですね。こういったエンジニアの持っている裏技とかこだわり、そういったところまで含めて再現しているのが特徴になっております。でこれを使えば、よくレコードというか、まあ、CD ですけど CD で聴ける、ドラムとかボーカルとかベースに、もうスタジオに頂点までどこ行ってもあるものですから、かけられているそのスタジオの音をですね、そのまま持ってくることができると、そこをお楽しみいただけたらなと思います。オプト 2A も、
スタジオでの超定番になっている真空管のオプトコンプですね、それをシミュレーションしてます。オプトコンプというのはですね、言葉の由来は光を発することによって抵抗値を制御して、それによってゲインリダクションを起こさせるという、まあ、独特のデバイス、物理現象といいますかね、それがオプトの意味なんですけれども、そこも含めて再現していると。これとても不思議な物理現象で、一回そのバルブが光るとですね、その後しばらく1分とか2分とか長い時間にわたってゲインリダクションが影響を受けています。そういう物理的な挙動ですね、それの細かいところまで再現しているがゆえに、独特のこう滑らかなコンプ感が出ていると、そういったものです。ケーズラボではバーチャルサーキットリモデリングというものをずっと追求してきました。その技術を電子楽器やデジタルコンソールのオーディオエフェクトという分野に適用してきたわけですけれども、この度その技術の集大成を CD シリーズに作り込むことができました。バーチャルサーキットリモデリングの特徴は、細かい回路挙動までコンポーネントレベルのエミュレーション技術を活用することによって作り込むことができると。それによってですね、音楽性の再現ということまでケイパビリティとしては可能であると、そこが特徴になっています。ですから我々ケーズラボの開発としてはですね、ソフトウェア開発やモデリングの時間と同じぐらい、音の仕上げのところに音楽性の追求に時間をかけます。まあ、そうした成果をですね、CL シリーズにおいて堪能していただけたらと思っております。